様です。今6時40分です。はい、ただいまね、鹿児島の方に下っております。まあ、いつもの下りってやつですね。はい、でね、先週上げた動画、皆さん見ていただいたでしょうか。まだね、見てないという方はね、見ていただけると、嬉しいです。まあね、車中泊釣り動画っていう感じの動画になってますけどね、今回はね、一人で、車中泊したみたいな感じの、まあ、旅動画ですね。はい、まあ、いろんなことがね、あって、まあ50分ぐらいの長編の対策動画になってますのでね、皆さんできるなら最後まで見ていただけると嬉しいです。でね、最後ね、私がね、歯にネギをつけたのを分からずに何かいろいろ喋っているというね、エンディングになってますんでその辺もね、お楽しみに、見てみてください。まあね、編集の時点で気づいたんですけどね、編集の時点で気づいたんですけどカットせずというねまあいいかと思ってね、はい、そのまま流しました。はい、まあ今日ちょっとね、興味あるなと思った方はね、今すぐこうね、見てみてくださいはい、まあそんな感じでね、今回も下り、鹿児島運行、頑張っていきたいと思います。はい、で向かうは桜島サービスエリア、いつものね、桜島サービスエリアで、一晩過ごしたいと思います。はい、今回はトラックス車中泊でございます。まあでもそれにしてももう6時半でこの暗さはもうね、冬並みだよね。だんだん日が短くなってきましたね、本当に。まだこの時間はね、明るかったんだけどな、前は。こんなに暗くなっちゃいましたよ。外結構肌寒いです。ちょっとね、これ半袖で来ちゃったんですけど、ね、ちょっと今日夜寒いかなと思うんですけど、まあ毛布があるんで、まあ車って乗りたいと思いますけど、まあアイドリングもエアコンとかね、全然いらなくなったんでね、燃費向上に努められるかなと。表彰はあったんだっけ、デジタル表彰があったんだっけ、なんかね、表彰があるらしいんですよね。年季だったかな、忘れたけど、なんかそういうこう表彰で金銀がいただけるみたいですけど、まあ多分無理でしょうねこれ結構夏はアイドリング結構使っちゃったんで、多分無理だろうなと思います。表彰されるような優秀なことはやってないんでね、ちょっと無理かなと思います。それとね、いつなんかな、社長の方が言われてたんですけど、今なんか CM でもたまに見かけるのかな、この前見たな、尿を送ってがんを検診する、なんか早期発見できるというなんか検査があるみたいですね。線虫菌、なんかようわからん菌なんかようわからん菌に尿をね、尿をなんかこう嗅がせてじゃないけど、こうなんか泳がせて、でそれでなんかがんを発見するというなんかそういう検査があるみたいで、うちの会社もね、それをねちょっと導入しようかやろうかと言われてたんですよね。そういうのすごいなと。なんか健康診断に、まあ、年に2回ねやるのがまあ義務的なものですけど、それ以外にね、まあ、この前もね MRI 検査ね、全社員 MRI 検査とかね、 MRI 検査、あとでね MRI 検査やったりとか、なんか普通にね、大手さんでもなかなかやらないようなドライバーの健康を気遣った、ね、イベントじゃないですけど、検査を、ね、してくださるんでね、すごいなんか助かるなと思います。なかなかね、自分で MRI 検査とかしないし、そういうなんかがん検診とかそういう感じのことやらないですしね、こういうきっかけがないとなかなかできませんし、やっぱね、早期発見できたらね、助かる確率もね高くなりますからね、そういうドライバーの健康をね気遣ったなんかいろいろな検査をねしてくださる会社なんでね、すごく嬉しいです。
社で MRI 検査とかするとか、皆さんの会社でありますか？なんかあったらね、コメント欄で教えてください。なんかうちの会社こんなことやってますよとか、他ではやらないようなこういう検査やってますよとかね、なんかそういうのがあったらね、ちょっとコメント欄で教えてください。興味あるか。他のところはこんなになんかドライバーの検査ね、こうお金かけてやるところってあんまりないんじゃないかなと思うんでね。今山へ通過しましたね。山へ通過です。はい、これからまあ1時間ぐらいかな、1時間弱ぐらいかな、桜島までは。はい、それではね、沸かしましょう。水を持ってきてくれたのでね。何でしょう。はい。あ、くら。ちょうどいいとこに当たった。よいしょ。はい。ガツマリ。はい。よし。おお。スパゲッティナポリタン、俺の好きなナポリタンが入っておりました。ああ、かわいいお弁当だこと。よし、はい、オープン。おお、あ、かわいいね。あ、十分十分。はい、ならいただきます。なんかガチャガチャしてるな。しましょう。おはようございます。はい、今ね、あらかた配達の方終わりましたんで、あと2件かな、あと2件で終わりで、今日はね、引き取りの方もないので、ちょっとのんびりとした下りになっております。寄せてくれる、ありがたい。今日はね、あいにくの天気ですけど、桜島も綺麗に見えてるな。どうしてんのかな、あれ噴煙ですよね、右側のやつ ね、 あれね、風向きによってはね、こっちに飛んできてね、まだ開けてるとボンネットがザラッザラになったりするんでね、そしてね、鹿児島に来るときはね、あんまり窓開けられないというのがあるんですけど、うん、まあもうこちら辺の人はもう慣れてるだろうな。まあ、ちょっとなんかちょっと雨降ってきたので、じゃあちょっとまだまだ終わらせます。はい、なかなかな渋滞を今ね、ダラ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 と抜けておきます。鹿児島西から松本までか。ごめんね、もう一個先か、もう一個先か。はい、でね、今ちょっと下道で、帰っていますけど、はい、まあね、今大型をね、デビューしたての方とか、まあ自分もそうなんですけどね、売りたての方とか初めて乗るという方にね、坂道のね、オートマ、うん、今ね、もうだいぶ大型トラックもね、オートマ化が進んで、オートマに乗るっていう方結構多いんじゃないかなと思います。
で、まあ昔に比べたらね、オートマもかなり性能上がってね、乗りやすくね、なってるんじゃないかなとは思うんですけど、こういったね、坂道、山道の坂道とか、荷物積んだ時の上り坂とかね、こういう時ね、自分が最初に乗った時すっごい戸惑ったんですよね。乗用車のオートマ感覚で乗ってるとね、失敗するというか全然登りません全くと言っていいほど登らない。まあいろいろね、先輩方とかにも聞いたりとか自分で調べてみたりとかして、まあ一応ね、自分が乗ってるこのスーパーグレートの場合なのかもしれませんけど、まあちょっとね、あらかた参考になるのではないかと思って今回ね、紹介したいと思います。こういった上り坂の時ですね、今上り坂登ってるんですけど、今ねオートマモード切り替えてます。今ねセミオートマ状態にしてます。はい、上にシフトすればギアが上がって、下にシフトすればギアが下がっていくというね、状態にしています。これじゃないとね、普通にオートマ状態でここ登れません。まあ今最新のやつだったら登れるのかもしれませんけど、まあ、自分のはねもうこれ失速してしまって全く登れません。特にね荷物積んでたりしたらもう全然です。でエコモードってね、どの車にも多分ついてると思うんですよ。でエコモードにしているとさらに登りません。坂道にはね、めちゃめちゃ不向きなシステムです。エコモード自体がね、シフトのタイミングが結構早いんですよね。早いタイミングでシフトアップしていくようにできてるみたいなんですよね。回転数をあんまり引っ張らずに、燃料使わずに、シフト上げていくっていうシステムみたいなんでね。そうすると坂道登ってる時にシフトアップをね、パンパンパンと上げていくと、回転数をね十分に上げる前にシフトアップしてしまいますんで、失速していってしまうんですよね。オートマがね上り坂にね適していないのは、シフトアップして次のシフトアップのこの間、シフトアップの間ですね、間がすごいラグいラグいっていう言い方するとあれなんですけど、あの間がね、例えば4速から5速に上がるときに4でガチャンとこう間を置いて5に上がるんですよ。その時ニュートラ状態っていうか回転数下がっちゃうんですよね。そうするとまた最初から4速上がって5速までの回転数を最初からまた上げなきゃいけないんで、もう坂道状態だったらもうそんな全然もう息をねはーってついてしまった後にうーんってまたしなきゃいけないみたいな状態です。ですからね、もう全然坂道上がっていきませんので、自分のおすすめはこの、ドライブモードにしなくてセミオートマ状態にする、シフトを自分でね、調整できる状態にして、今のトラックに合った回転数を自分で維持していくような運転の仕方をねされた方がいいかなと思います。そういう状態だったらね、エコモードをわざわざねエコを切りしなくても、まあ、一応ね引っ張っていけるんで、だからそういう無駄な手間は省いて、シフトだけで回転数を調整して自分で登っていくみたいな感じです。はい、これでねだいぶあの坂道はね登れるようになりました。もう本当にねこれ止まるんじゃねえかなっていう状態ね、自分最初乗ってた時あったんでね、皆さんもねなんかそういう、これからね初めてオートマ乗りますとか大型オートマですとかっていう方はね、戸惑うんじゃないかなと思ってちょっとね今回ご紹介させてもらいました。いやいや、なんかねオートマって聞くとね、まあもう何もしなくて踏んでりゃいいやみたいな感覚あるじゃないですか。自分もね最初そういう感覚だったんですけど、全然ちゃんとトラックに合わせてこうちょっとね、変えて運転してやらないと、なかなかね状況に合わせた運転をねしてあげないとちょっと難しいなという感じです。はい平坦な道ではね普通にドライブモードでね、運転していけばねいいんですけど、こういった上り坂下り坂、特に上り坂とかはね
自分の言ったような運転の仕方されてみると、すごくね失速せずにね登って、まあ多少失速はしますけどね、やっぱり上り坂なんでね。でも最低限の失速は避けられるかなと思います。まあまたねベテランさんとかね、またこのチャンネル見てるベテランさんとか、また他にもねいい方法があるかもしれませんのでね、もしねなんかね自分が言ってるやり方以外にいい方法ありましたらね、コメント欄にね書いていただけるとね、もしかするとそのこれからの方にね参考になるんじゃないかなと思いますね。はい、さあまあこれからちょっと上り坂が続きますんで、ね、頑張って、書いていきたいと思います。で今日はもうこれで終わりです。はい、なら皆さん、今日の動画は以上です。でまあ早く帰れたらまあ妻とねちょっとご飯でもね食べに行きたいななんて思っております。とあとね、自分が軽バンで、まあ、車中泊の旅とかね、週末のね空いた時間でねやってますんで、そちらも動画出してますんで、まあ、もしね、よかったら見てみてください。ちょっとね長い動画ですけどね、まあ、見応えのある動画にできたんじゃないかなと思いますんで、よかったら見てみてください。はい、ならそれでは安全運転で帰りたいと思います。